どうも柴田です。本日はですね、久々にビッグなものを食べたいと思います。ハンバーグってやっぱ物足りひんやん。いつももうちょっと食べたいっていうこの欲が出るぐらいでいつも終わってしまうやん。そうやな。今日はもうハンバーグだけでお腹いっぱいになると思います。なんとですね、1キロハンバーグっていうのがあるんですよ。1キロハンバーグ、1キロのハンバーグって食べたことないなと思って。確かにな。だから今日はそれをペロリンチョしてやりたいと思います、はい、ということで今日行くのはこちら、柳浩二さん。ザウラのほんまの裏通りや。なかなかここ来おへんねんけど、そうやな、こんなところにあるとはっていう感じなんで調査に行きましょう。はい、ということで潜入いたしましたよ。あの、新事実が発覚しました。はい、僕お店に入った瞬間ね、うん、あの声かけるじゃないですか、うん、2人ともね、あってなる。以前なんかで来たことある。そうおうおうおう僕食べたことあったわ。なるほどね。ここのハンバーグ美味しかったけど、こんなでかいのはなかったから今日はでかいね。お、そういうこと、うん、ちょっとメニュー見ていきましょうか。まあメニューがこんな感じやねんけど、ここにハンバーガーあるやん、ほら1キロ以上もできる感じや。50g アップで200円やからな。ほうほうほう。まあメニューこんな感じで、でランチ、ランチもあんねやんか。もうすごいお得じゃない、この牛ミスジステーキ定食。今度はめっちゃお得やん。ほんまやね。だから今日はちょっと再現してもらえるらしいから、はいはい、ちょっとこの辺ちょっと攻めてみようか。僕はもうハンバーグいくわ。おいおい、じゃあそれでいきましょう。前あれですよね、多分秋葉さんと一緒に馬刺しとか。そう入ってから思い出した。いや、俺もだからこういうとこ全然わかんないけど、はい、あの何見て、はい、あ、この顔でかいやつ来たわって。いやそうだおい。乾杯です。あー美味しい。次出し。きんぴらさんにございます。うん、うまい。どんなんやろうな。ほんまやな。1キロやで。うん、時間かかりそう。あ、でかいだけに。うん、すごいな。もうこれでいっぱいいっぱいやで。ちょっと笑っちゃったんですけど、ちょっと待ってこれ。今まで見たハンバーガー一番でかいんちゃうかこれ。迫力あるなこれ。迫力満点やん。ポテサラにサラダに、ほんで本来はお味噌汁やねんけど、はい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 、お味噌汁今日ないからちょっと豚汁にしたわ。でこのご飯ね、ご飯乗れへんからね、こんな感じになっちゃうけど、ほんますごいね。すごいなこれ、ほんまにすごい。どうしよう。デブのケーキみたいですね。誕生日のケーキみたいな。ほんまやな。じゃあ改めましていただきます。まずはね、豚汁からで。じゃあカス汁。ずっと豚汁言ってたな。うん、カス汁うまい。じゃあちょっといただきますか。あーと、ベリーガムいいね。うん、うまい。え、どんな感じ、ふわふわ。結構ね、肉肉したの残るハンバーグで、ほうほうほう、めっちゃ美味しいの、ここは。うん、ご飯がめっちゃちっちゃく見えるやん。うん、違うからね。うまいな、ご飯もそれ大盛りしてんねんもんな、うん、ハンバーグがでかすぎるだけなんだ。そう、そうやでな。これはすごい飯してるやん。ほら、もう肉汁がすごいよ。うまいね、へかってる。あ、結構ね、ペロッと食べれるよ。何がうまいってね、このソースがうまいねん。これにダクダクにつけて食べるともう口の中があの世行くよ。うん、あ、そういうことなんだ、うん、スプーンがついてんのは。本来やったらお昼は
ご飯おかわり自由や。え、1キロハンバーグ食べるのにご飯おかわり自由？いやいや、1キロ食べるって知らんけど、お腹な足りへんかったら生でも食べれるから。だからまあ50グラムでご飯いっぱい食べようか。それはやめろ。いやいや、それはないから、そういうメニューないから。ないな。最低250かな。最低で250ってすごくない？設定が。そうやな。うん。もうおかわりで。うん。ああ、うまい。ハンバーグをスプーンでそうやって食べれる時点でなんか違和感がある。そやな。うん。コーンポタージュを食べてるみたい。バリデブやん。せバリデブのスープやん。うん、確かに。肉スープですか。肉スープ。そう、フォークとナイフでいってみようか。今日柔らかいか。ほらほら、あーなるほど、あボロボロこぼれんねや、うん、やっぱり柔らかすぎて、うんうん、な坊ちゃんも食べていきますか。僕は頼んだら牛ミスジステーキ定食。めっちゃうまそうやんこの子。いただきます。ああそういう感じか、うん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 、これはミスジですね。これこれな、めっちゃな、綺麗やで、ミスジ、うん、このレア感がたまらんな。うまい。これ1100円、お得やな。まあ僕には関係ないけどね、芝の財布やうるさい。ミスジめっちゃええな。それ1100円やったらめっちゃいいわ。レア好きの僕としては、うん、めっちゃうまそうやった。次ちょっと僕ミスジ食べるわ。今日はやめとくわ。なんてたって肉のパンケーキ食わなあかんか。そやな、ひき肉を1キロな、うん、1キロはぜひともなんかちょっと男の夢ですね。確かにな、うんうん、今日は夢を食べたな、うん、夢を食べて、うん、今日食べたことを夢にした、うん、ここね、僕多分来たん、うん、4年ぐらい前。そんな前？もっと前もっと前もっと前、コロナの前やもん。へえー、うん、坊ちゃんと組む前に来てん、うんうんうん、なるほど、うん、その時一緒に来たもん、秋坊さんっていうハゲててんけど、うん、ハゲばっかりやな。ハゲ好きやろ。対象物があるから、ね、ハゲ連れてたら俺のことはせやからみたいな対象物が。合コンにちょっと悪い心で連れていく女子みたいなやめて。悪い男子やんか。ハゲばっかり集めて。ハゲばっかり集めてんちゃうねん。ハゲばっかり集めたんちゃうねん。名前出したらあかんけど、のみのすけさんもハゲてるやんか。出してもうてんやん名前。あの人もハゲてるやん。秋元、うん、さんもハゲてるやん。坊ちゃんハゲてるやん。かなり悪いやつやで。合コンで3人ハゲ連れてきて、自分だけふさふさ。僕はあの、ハゲのサラブレッドと呼ばれるぐらい、うん、母方のおじいちゃんつるっぱげ、うんうんうん、父方のおじいちゃんつるっぱげで、両方その子供おとん、母方のお兄ちゃんハゲてないね、うん、あれ覚醒遺伝が絶対僕に来んねん。どっちからどう転んでも、うん、遺伝子はハゲの遺伝子をもらってんねん。あ、そうなんだ、うん、だからもう逃れようがないから僕はね、うん、もう分かってたから、もう30代前半、30代からハゲ対策してたんで、うん、そういうことしてんねや、やっぱり、うんうん、だけどほんまね、ハゲは病院行った方がいいよ。うん、安いしね。安いの、うん、行くところ次第。あとはもう非合法で言えば個人輸入で、うん、やるとめちゃめちゃ安い、うん、年間で1万円ぐらいするじゃん。あ、そうなんや、うん、年間1万円でハゲ治んの。うん、まあ治るというかハゲをもなんて進行を止める、あ、抑制できる、うん、そこは URL 貼っとくんでじゃないの。あのな、薬事法があるからそのなできへん。あの健康被害ではどうすんの。あ、そっか、そうやな、今の勢いで言ったら、うん、概要欄に URL 貼っとくんでみたいな勢いやったけど。僕医者じゃないんでそんな進めれません。ですね、うん、じゃあ後で俺に教えてや、うん、手遅れ。ハンバーグどこ行って。ハンバーグは食べたな。ハゲ熱弁しすぎだな。お前な、ミスジの定食めっちゃお得じゃない。いや結構だから用出るですよね、はい、これめっちゃお得やん。いやいや、ありがとうございます。
さすがハンバーグびっくりしたけど、フライパンの裏の形やん。 1.5 キロとかやったらどうするんですか。 1.5 キロだったら、はい、皿が違う、服の皿。あ、フライパン変わる。フライパン変わらない。なるほど、なるほど。そうなんや。中華鍋です。大阪はやっぱいいね。そうやね。ということでね、大満足でごちそうさまでした。デブになっちゃう、本当に。デブだって。ということで、ぜひとも皆さん、何グラム食べたかコメントくださいということでね、はい、本日もありがとうございました。いやー、ダイエットどうしよう。許すということが大切やと偉い人が言ってたから、はい、今日は僕を許したいと思います。明日から頑張るね。またね。毎日言うてんな、明日から。許すということが大切だからね。ごちそうさまでした。最高なんで、ぜひとも皆さん来てみてください。ということでね、今日はあったかい人に会ったので、デブにはなりません。デブだって。だから、どこが。ひき肉1キロも食べてんのに、肉汁も1キロ飲んでんのと一緒やで。ちょっとやりすぎたな。やっぱり明日から頑張る。またね。このくだりマンネリ。そやな、毎回ずっと手振ってカロリー減らしたいね。ずっと振っとけ、ずっと食っとけ。大阪の新名物になるかも。なるかもしれない。